中国軍が初の国産空母山東の最新映像を公開しました。10ヶ月間の訓練が終了したということです。中国軍は空母山東が艦載機の離着陸訓練を行う様子や艦長のインタビューを公開しました。山東は中国にとって2隻目の空母で初の国産です。去年12月に中国海軍に引き渡されて以降、航海の訓練や武器の性能テストなどを繰り返してきましたが、全て終了したということです。